よし、行くぞ。ヘルスだ。なんだ？さあ、このルーレットでお互いの命運をかけた勝負をしましょう。もちろん暴力行為は禁止よ。ルールは守ってもらうわ。だから今さらルールなんて従うわけないだろう。構わないわよ。そういう人にはペナルティを受けてもらうだけだもの。ルーレットしないとペナルティらしいけど、どうする？やってやる。ヘルソナ！この状況は食らえ。あら、ルールを破ったわね。ならペナルティを受けてもらう。ルール違反には罰を。そうか、大丈夫か。これがペナルティ。ルールを守れない者には容赦しない。それが社会というものよ。そうか、体力少ないよ。はい、注意しろ。感謝する。ありがとう。そな、これもまた私。これはペナルティーよ。モアル、体力少ない。モアルの体力が、助けが必要だぞ。エルフだ。あなたにはボールがどのポケットに落ちるか予想してもらう。さあ、一度目の勝負の時間よ。どこにかけるか選んでちょうだい。十中八九イカ様だろうが、奴にそれを言っても聞き入れないだろう。ここは素直に従って、まずはイカ様の証拠をつかむことにしないか。僕もそう思うよ。選んだ？なら結果を見てみましょう。やはり負けてしまったか。何か分かったか、ジョーカー。なら観察を続けて見抜いてやろうぜ。必ずおかしなところがあるはずだ。正々堂々行きましょう。スクリーンの映像が変わってる。毎回賭けの対象は変わるってことだな。
ットの時間よ。さあどうかけるの？選んだ？なら結果を見てみましょう。やはり負けたか。ジョーカー、何か分かったか？本当か？どういうイカ様だ？なるほどな。確かにボールが一瞬浮いたような動きをしていた。なめた真似を。なら言い逃れできないよ。イカ様の瞬間を抑えてやれ。ガラスで蓋をされたらポケットを狙撃するんだ。誰に狙撃させるか指示出しを頼んだ。彼女のイカ様を暴こう。僕に任せてくれ。必ず命中させる。期待しててよ。正々堂々行きましょう。狙撃地点に到着。あとは次のルーレットを待つだけだな。さあベッドの時間よ。さあどうかけるの？今度こそ予想が当たるといいわね。
さを味わえ。キャッ、死ね死ね死ね、ノーガード。ヘルプロール、そこか。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。エルサだ。食らいなさい。エルサだ。とエルサだ。ゴー。どうぞね。ヘルサだ。こうです。ヘルサだ。キャッ、恐ろしさを味わえ。せい。剣のためにしよう。ヘルソナ。どんな手段を使っても勝てばいいのよ。あなたたちだってそうでしょ。目的のために他人の心を操作してるじゃない。それは自分のためじゃない。困っている誰かを助けるためよ。私は勝つんだ。お前、証拠にもなく。純粋な運の勝負でも私は負けることはない。それを証明してあげる。もうイカサマなしってことか。ジョーカー、こいつはチャンスかもな。ルーレットで勝てば戦いが有利になるぜ。感謝する。感謝です。ヘルソナ、来たよ。
態を見せてやる。
まだやれる。私は